都営バス小瀧橋営業所、都営バス小瀧橋自動車営業所、都営バス小瀧橋,橋自動車営業所は、東京都中野区東中野に所在する、都営バスの営業所で、高田のばば、大久保、早稲田周辺を発着する路線を担当す。管轄下に、杉並支所を置く。営業所記号は、E、ナンバーは、ネ馬である。営業所の名前は、 近くに架か,かる神田川の橋に由来する営業所は東中野の新宿区側に入り込んだ和稲田通り沿いに位置し営業所前を除いて中野区内を走る路線はない営業所の向かいには関東バスの本社がある関東バスの停留署名は小滝橋戦前から存在する営業所の一つ源流をたどると国産初の自動車メーカーだった ダット自動車こと予心者、現、日産自動車の輸送部門司会社、ダット乗り合いにまで行き着く。ダット乗り合いは、日産発足後の1935年、昭和10年に、王子電機機動に買収され、翌年には、大電参加の他社と合併して、東京環状乗り合い自動車に生まれ変わる。陸上交通事業調整法による、最低の結果、1942年。 昭和17年2月1日付で、東京環状乗り合いから、東京市電機局に引き渡され、市営小滝橋自動車営業所が正式に発足した。戦中は、戦争被害で営業所の統合が行われたが、東営業所も新宿営業所に統合をされ、小滝橋支所となっていた。戦後、復旧資材が整ったことにより、小滝橋営業所として、新宿営業所から分離された。 新宿駅から都庁周辺を循環する系統平日は7から19時台に運行されるが土曜、休日は11から15時台の運行に短縮される運賃は190円 IC カードは186円都庁周辺エリアはもともと京王帝都電鉄現京王電鉄バスがバスを運行するエリアであったが東京都庁へのアクセスでありまた 京王帝都電鉄バス、当時が保有していた車両が、バリアフリー非対応の車両のみであったことから、東京都交通局が単独で運行開始することとなった。その後、1999年、平成11年11月に、京王帝都バスにもノンステップバスが導入されたことで、参入し、共同運行となる。運行開始時は三扉の都市型超低床バス、ワンステップバス、 1997年からノンステップバスを導入している。また環境に配慮して、2001年には、都議会議事堂の駐車場にエコステーションが新設れ、CNG 車も運行に加わった。その後2014年にエコステーションは閉鎖され、ハイブリッド車が運行に加わっている。2009年4月1日、それまで担当していた新宿支所が、ハトバスへ一択されることになり、 最寄りの直営営業所である小滝橋営業所に移管されたため、CNG 社 H107H108L790 が新宿支所から属した。小滝橋営業所にとっては、早77系統を早稲田営業所に移管した1974年以来の新宿駅西口進出となった。高田の馬場駅前から早稲田通り経由で相談正門。 早稲田大学早稲田キャンパスへ行く路線。相大正門駅は馬場下町交差点で左折し、高田の馬場駅前駅は地下鉄早稲田駅前交差点で右折する。運賃は180円、IC カード175円。ほぼすべての区間で新宿支所の早81出入と重複する。学生のほか近隣住民の利用も多く、早稲田大学の 各次元前後や朝ラッシュ時には通勤通学客で混雑する。年末には穴八ングるへの足としても利用される。入学試験期間には往復割引乗車券が発売され、往復300円、途中無停車の休校便が運行される。戦前のダット乗り合いから続く歴史を持ち、1949年、昭和24年に東京大学への系統、現、 1> 学1.07系統と共に再開し、1972年、昭和47年まで、系統番号は、学バスを表す50番台、52番であった。ほぼ並行する、地下鉄東西線開業後も存続され、高頻度の運行を保ちながら、現在に至っている。とれに系統の本線と異なり、大塚電車営業所所管の都電17系統。 池袋駅前すきや橋経営地は、同じの、代替バス五百十七系統、池袋駅東口大塚車庫文京区役所、水道橋駅一橋から新時和橋東京駅、八重洲口、浦久橋有楽町駅をルーツとする。九百七十二年、昭和四十七年の系統番号見直しで、落六十七系統と名を変えて、九百八十二年、昭和五十七年の、 第3次再建計画に伴う路線再編成によ、一橋浦久町駅を短縮の上池67、系統となり、1990年、平成2年には平日、土曜の朝の一部を除き、文京区役所までの運行となった。この時、トレーに系統と一部重複しているために併合され、トレーに大津系統を名乗った。当初は、大塚営業所が管轄したが、 2008年3月30日付で、菅も営業所に移管される。さらに2015年3月30日に小滝橋、営業所へ移管、初代班62系統廃止の1979年11月23日以来の池袋駅進出となった、イン後も、劇場バス劇で6系統の設定があった。一つ橋まで運行されるのは、平日3便、土曜2便、いずれも、 朝のみで、それ以外の時間帯と日曜、祝日は、全便が、東京ドームシティ発着となり、春日駅から、ラクーアの周囲を、半時計回りで折り返す。文京区役所、現、春日駅一橋間で並行していた水59、系統、菅も駅一橋は2000年12月に廃止されたが、奴隷におつ系統の一橋発着便は、現在に至るまで残されている。 出入庫は、上69系統、小滝発車庫春日駅間での営業と、高田のばば駅高田のばば2丁目、学習院下池袋駅間改装、小滝発車庫高田のばば駅間は名六64、系統で営業の2通りある。主に、大久保通りを経由する路線。2000年、平成12年12月12日の都営地下鉄。 大江戸線環状部開通に伴う路線再編成で、廃止された秋76系統の運転区間の一部について、2002年2月25日に、再び運行を開始したものである。小滝発車湖前から、牛込北町では橋63系統と同じ経路を、通り、第二次再建計画に伴う路線再編成で、橋62系統、池袋駅、飯田橋駅、新橋駅を、 短縮、再編して誕生した系統。2年後の追加再編成に伴い、1979年、昭和54年11月22日限りで廃止、小滝橋営業所も池袋地区から一旦撤退した、ただし劇場バス劇06系統の設定はある。2代目班62系統と重複する区間はあるが、初代と2代目の系統に、形状のつながりはない。 山手線西側の小滝発車湖から大久保通りを経由し、霞ヶ関、新橋駅に至る路線。以前は120系統として、京王帝都との相互乗り入れ路線で、大久保駅から大久保通りを直進して、中野駅、下田橋までの運行であった。交通局、第二次再建計画に基づく、追加の路線再編成で、京王帝都電鉄との相互乗り入れをやめ、 橋十三系統、新橋駅、市ヶ谷駅国立病院医療センター大久保駅と、中十三系統、国立病院医療センター、中野駅下田橋練馬営業所所管に分断。中十三系統は九百八十八年、昭和六十三年十月十六日に廃止された。平日のみ運行されている統計局域は、同局関係者の通勤対策便のため、 各種案内にも掲載されていないが、誰でも乗車できる。また、規制緩和により、分断後長らく改装運転となっていた、大久保駅前引く小滝発車区間が、2002年2月25日に、営業運転に切り替えられた。1968年、昭和43年の都電第三次撤去で廃止された15、系統、高田の馬場駅茅場町の代替路線として515、 系統と名乗って開業した。第二次再建計画に伴う路線再編成で、小滝発車湖東京駅丸の内北口間に変更短縮され、さらに第三次再建計画に伴う路線再編成で休断したから、東京駅丸の内北口間も廃止となった。小滝発車湖から東五県庁までは、上69系統と同じ経路となっており、 ほぼ交互に両系統が運行される。なお、東五県庁の次の対局停留所は両系統で異なる位置に設置されている。2008年3月30日に経路変更を実施、飯田橋一丁目急断下を循環扱いにした。この急断下付近の経路は時計回りのループとなり、この区間内にあるまなイ橋から急断下駅に乗車した場合、終点。 断したより、高田の馬場方面へ、継続乗車が可能である。早稲田発着は早朝のみ。高田の馬場駅発着は、と礼におつ系統。学礼に系統の出入校を兼ねるほか、22時以降に、小滝発車庫高田の馬場駅間の折り返し便が、存在する。上69系統は、高田の馬場から上野まで東西に横断する。1968年、 昭和43年の都電第三次撤去で廃止された39系統、早稲田馬屋橋の代替として、539系統、早稲田上野の公園で運行が始まる。1972年に、系統番号を上69系統と変更。1974年に小瀧橋車庫まで延伸した。1997年、平成9年7月22日。 平日の一部便のみ、上野駅まで運行されるようになるが、こちらは2002年11月30日付で廃止。2003年、グランド坂下西和稲田間を、幹線園公園経由に変更し、小滝発車庫方面のみ、グランド坂下停留所を廃止した。2008年3月30日に、経路変更を実施、湯島三丁目上野公園を、循環扱いにした。 この上野付近の経路は半時計回りのループとなり、この区間内にある上野広工事から上野公園域に乗車した場合、終点上野公園より高田の馬場方面へ継続乗車が可能である。飯64系統とは小滝発車庫から東五県町まで同じ経路となっており、ほぼ交互に上69、飯64系統が運行される。なお、 東五県町の次の対極停留所は両系統で異なる位置に設置されている。2015年3月30日に小滝橋車庫、かすが駅間の折り返し便が新設された。これは、都令におつ系統の出入庫を兼ねたものである。32系統として運行されてきた橋62、系統が長距離で定時運行が不可能になったため、1977年12月に、 短縮した。その後、1979年11月23日に、廃止。関東乗り合い自動車、現、関東バス、西武自動車、現、西武バスとの三社局共感で、江戸谷町丁目、荒井薬師駅と東京駅丸の内北口を結んだ121系統として1950年、昭和25年4月に開通。関東乗り合いは新東線、西武バスは、 大久保線と名乗った。当初は、練馬営業所、現、練馬支所が担当だった。その後は、1961年12月に小田木橋、営業所へ移管されるが、1969年、昭和44年に関東バス、続けて1971年、昭和46年に、西部も撤退して、都営端の24系統に生まれ変わる。その後も、区間短縮や、 経路の変更を経て1990年7月に現在の運行区間となった。2014年、平成26年4月1日付では、と、バス委託のため、杉並市所に移管。に系統として、東営業所が担当してきたが、1974年、昭和49年に、早稲田営業所へ移管。代わりに、上69系統が、小滝橋管轄となった。 東営業所が44系統時代から運転してきていたが、ハトバスに委託するために2009年4月1日から新宿支所に移管。早81出入系統は新宿移管後にも運転されていて、学齢に系統とほぼ重複しているが、こちらの運賃は一般の運賃が適用されており、学バス定期券での乗車はできない。小滝発車庫から、 新宿車庫まで改装されている。この系統はゲームソフト東京バス案内にでも取り上げられている。現在、新宿支所で運行している宿74、宿75系統である。系統番号整理前の1968年に新宿営業所へ移管された。旧中野のリアイ自動車の地を引く関東乗リア自動車の新宿線をベースに、1948年、 昭和23年8月に東京駅阿佐ヶ谷車庫間で開通した路線。1ヶ月後に石神公園駅まで延長、同時に西武自動車、現、西武バスとの三車局共感路線となり、関東乗り合いでは東京線と故障した。石神公園駅から現在の関東バスは50、a 45、宿礼7系統を合わせたルートで小滝橋へ、 そこからは、東西線をなぞって飯田橋、外堀通りに出て、水道橋からは志村営業所の105、後の東55系統と2ルートで、東京駅へ向かっていた。都現第三次撤去と同時の1968年、昭和43年9月28日限りで都へと、西部が撤退、廃止となった。関東バスは、新宿伊勢丹石寺公園館の宿06系統。 伊勢丹線に変わり、1978年、昭和53年に、新宿西口発着へ変更。その後は佐賀屋駅と中野駅で分割して、現在の新宿線を呼び、石寺線になる。かつては、伊鈴自動車製のみであったが、2001年度から2003年度に、かけて、日野、レインボー HR が配置された。それを皮切りに2007年度に ブルーリボン E が配置され、小滝橋営業所で初の LED 表示を持つ車となった。その後は購入方法が変更されたこともあり、2008年度にドトラックススペースランナー、2011年度と2012年度は三菱不装、エアロスターがおけされ、4メーカー全てが配置されることとなった。このうちドトラックスはバスの製造を終了済み、西日本車体工業も 解散となっている。2009年度、2014年度、2015年度は、イスズエルガが配置され、日のレインボー HR は大部分が、新宿、杉並、大梅市所や南千住営業所などに転出し、2018年1月には、残った3台も臨海市所に転出し、配置がなくなった。CH01 系統の遺漢時には、 新宿支所から伊鈴と三菱不走の CNG ノンステップバスが転入していたが、後に伊鈴社は助籍、席、不走者も臨海支所へと転出した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。